はい、じゃ、よろしくお願いしますえー、今回は数3の積分と面積04楕円編をお送りします。で2問ね。今回やっていくわけですが、えわ、ー、かります。気持ちは分かります。2番楕円じゃねえじゃんっていう気持ちはわかるんですけど、まぐ、あ、っとこらえていきましょう。まあ、楕円ぽいっていう形だけでね含めましたよ。はい <laughs> まあ、許してください。で、今回ね。この2問やっていきますので、まず1回ね。動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。 でやっっってもららたた後に分かかかんななり不安なところががあれば今からね自分が両方解でいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょうでまず1番はえ楕円ですちゃんと楕円ちゃんと楕円っていう言葉もおかしいけどこの楕円ねこいつで囲まれた図形の面積を求めようとでまずはまあグラフを書いていきたいのでこいつを変形していきます、まあ、楕円のね 公式に合わせて、4x2 乗を、まあ楕円はね、ほにゃららの2乗分の x2 乗、プラス、ほにゃららの2乗分の y の2乗イコール1っていう形。それがまあ元なので。で、4を無理やりここに持ってくるとしたら、4分の1なんですよ。えーっとね。こういう状態です。これは、えっと、小学校でやりましたけど、2分の 5?2 分の5ってやったら、5割る2ですよね。だからこれ戻すと、 x 二乗割る四分の一なので、かける逆数にして、四 x 二乗に戻るんだよ。ちゃんとね。だから、これを変形すると、こうなります。つまり、まあ、四分の一なんで、ここは二分の一の二乗なわけよ。こうね。で、三 y 二乗も同じように変形すると。下に三分の一が来るわけです。さっきと同じように考えるとね。 でまあ、3分の1も2乗で考えたいのでこれはルート3分の1の2乗イコール1とこうやって変形しますそうすると何が分かるかっていうとえー、楕円こう原点中心になった時に x のごめんなさい声がねえっ、ー、と x の方が2分の1ここです2分の1の座標まあこっちはマイナス2分の1ですけど ここに来るとと点がねで y の方が3分の,1のとこに来るので、えー、ちょっとよいしょあれ <laughs> ちょっとここが曲がったおかしかったなまあこんな感じですこういう楕円になることが分かりますであとはこいつの面積を求めていこうっていう流れになる でえ、ここでね、あのー、まあ、今から積分使ってちゃんとやっていくわけですけど、いやいや、待てと。お前、楕円の公式使えば一撃やないかいって思ったそこのあなた、正解です。はい、正解なんですけど、それやっちゃうとね、ほんと積分の単元の動画じゃなくなってしまうので、あと最後に紹介するからね、公式は紹介するんですけど、今回は積分使ってやらせてください。で、これはですね、自分はまず、ここ。 の面積を求めててていいって最後に4倍していきます全部同じだからね。もちろん上を求めて2倍しても構わないんですけどちょっと4倍の方向でやっていくと。でそうすると積分区間は0から1 2分の1ですよね。こっからここだから。あとはこいつです。この関数が y イコール何なのっていうのが欲しいわけです。それがあれば積分に入れれるからね。じゃあこっから変形して y イコールを求めましょうと。 じゃあまずまとめていきます y2 乗にしてこっち持っていくと1ス4 x 2乗で全体3で割るとこうですよねで両辺2乗取りましょう y イコール、えー、プラスマイナスルートがつきますじゃあこうしよこうかルート3分のルート1マイナス 4x2 乗と y イコール出てきましたねただし今プラスバージョンとマイナスバージョンがあります2つでこれ何が違うかっていうと プラスバージョンは上です。ここ。これがプラスの方。マイナスバージョンは下を表しています。まあ、なぜかっていうと、これ、ルート、ルート、両方ルートですよね。で、ルートの中身は正、あ、ルートは正なので、絶対に。全体が正になるから、これ、y がプラスのところを表しているのがプラスの方になります。マイナスがくっつくと、全体が確定でマイナスになるので、えー、っと、下の部分。y がね、下の部分を表すと。で、今使いたいのは上だから、 こののプラスバージョンの方を使っていきましょうとでここまで出たのでいきましょう、えー、インテグラル0から2分の1今この赤のねこの部分だけ求めます最後に4倍しますからねでこれを、えー、と入れていくわけなんですけどうーんとどうしたらさ一回書くか、えー、ルート3分のルート1マイナス 4x2 乗 dx とでルートルーこい ルート3ちょっと邪魔なのでこう出します。でですよまあルート3出たんで、まあ、ルート 1-4x2 乗が残るわけなんですがえここでですねちょっと工夫をします工夫をどうするかっていうとこっから4を出しますちょっとこの部分注目してくださいルートの中です。ここを無理やり4をくくり出すとこうなりますよねこれ今ルートの上の中身から4をくくり出しただけです。 つまりもう一回分配で配れば1ス4 x 乗に戻りますね。で、こう変形すると、これ、√4×√ のこの中身になるので、√4 が出てくると2ですよね。つまり、2が出てきて、2は後で書きます。4分の1マイナス x2 dx。2, 乗2はここに書きましょう。前出していいからね。こう変形ができます。 で、ここでね、あの、ピンと来る方は、まあ、動画でもやりましたけどね、来る方もいると思うんですが、この形です、これ。これは、えー、っと、公式でこうか。公式でいくと、これ。0から a の範囲で、a の二乗、こう一致ね、a の二乗引く x の二乗の dx ルートね、なってる場合は、これは、 半径 A 半径 A ねの円の4分の1倍の面積を表してますこいつは。こう表してる。つまり今ここ2分の1の2乗ですよね。だから半、えっと、2分の1と2分の 1A の部分が一致してるのでこいつ半径2分の1の円の4分の1分つまりピザの4分の1ね。 の部分だけを表していることがわかるから、ルート3分の2かける半径2分の1の円だから、半径かける半径かける π すると4分の 1π ですよね。4分の 1π。しかもそれに、それ今円全体だから、4分の1をするために4分の1をかけてあげましょうと。で、こうなります。で、これをまとめると、2だから8ルート 3π か。 有利化は最後にしまししままょうかね分のとなりましたで今出したのはしつこいですけどここだけです右上のこのパーツだけなんで最後はねえっと楕円全体を求めるには4倍する必要があるので8ルート3分の1 π る4するとえっと2ルート、えっと、3分の1でルート3を有利化するとえっと 6, 6分のルート3か6分の ルートとなってこれで終了となります。でちなみになんですけどまあこれね公式これよく使うんですがここが、えー、マイナス a になることもあります。-a a から a ってそうすると何表すかっていうと半円ですここ。 -a からってこっからだから、ね、こっからここを考えているのでこうなった場合は半円を求める公式だけど今0から使っているので、まあ、右上の部分っていう感じになります。ま両方覚えておいてくれるといいかなと思います。でですよで <laughs> 楕円なんですけど書けるかな楕円ねじゃ書くかえ楕円の面積の公式が無理だなこっちは右側に書きましょう。えー、っとあーでもいっか <laughs> こ,のここあるじゃないですかここ。 でまあ一回書きますわちょっと書いて消しちゃうけど楕円の公式って公式っていうかもともとの形ってこうなのね A の2乗分の x+b 乗プラス b 乗分の y 乗イコール一とで今 a がここ2分の1で b がルート3分の1だったでしょで公式ってさ本当はこれあとから見たことあったらあれなんやねんってなるけどねまあこれ許して。 πAB π×AB です楕円の面積ってパイかけるつまり A と B 今分かってるからかけると2ルート3分の1こうでしょ ?πAB ってこれ有理化したらこれだよねはい以上です <laughs> まあ覚えておいて損はないしただまあこの問題をねテストで出される場合途中式書かされるからさ公式あの積分を使ってとか指定をね学校テストならされるだって積分で出してんだもんこれだからチェックにはなるよね自分がやった答え がその πAB で,、まあ、でもここがずれてたらその πab6 分のルート 3π は決定してるわけだからどっか計算ミスったなっていう確認もできますんで、まあ、そんな感じで使ってみてくださいでは2番いきましょうで2番はですねこれ実は本当に学校で出されたテストのやつですあとある先生が出した問題をちょっとねあ使わせてもらってるんですけど で、このタイプの問題は今回図を書きました図1を利用しても構わないっていうねでこれは、えっと、定期テスト出やすいというか難易度が下がるんですこれがなくななるとと難易度がちょっと上がりますなぜかっていうと自分で調べて x と y の乗を調べてこれを書かなきゃいけないから一回そうするとちょっとねハードルが高いんですけど、まあ、受験とかではねそっちも出てくるんだけど、まあ、一応今回定期テスト対策っていうの一応メインで置いているので図がある状態で出しましたいい で、この 2x2 乗マイナス 2xy プラス y2 乗イコール4っていうのがこいつです。これを表してます。で、まあ面積を求めていくんですが、まずね、まず、えっと、調べたいので、これを変形していきます。同じように、y イコールに。どういう関数なのかなって。ってどうせ積分で使うからねで。ここに入れなきゃいけないから。だから、調べていくと、えー、これ、y2 乗でまとめると、まず y2 乗マ 2x。 Y でちょ、y、くっついてないのまとめちゃいましょうか、えー、2 x 2乗4イコール0とでここからね「y これどうすんの?」って思うかもしれないですけどこれ無理やり解の公式使います解の公式そうするとで解の公式は 2a 分のねプラスマイナスルート b, b 乗4 a c っていう一番有名なのでもいいんですけどここは b' のやつを使いましょうちょっと書いあここに書いたらあれだね ちょっと懐かしいんで忘れた方もねいるかもしれないんで書いておきます。a 分のマイナス b ダッシュプラスマイナス b ダッシュ二乗マイナス ac っていうのが解の公式の変形形です。で b ダッシュっていうのは何かっていうと今 b ってここですよね。マイナス 2x これが b ですそのまんまそれの半分二分の一にしたものつまり今マイナス x ですね。これが、えー、b ダッシュ。 つまり B の部分を半分につまり偶数だね半分にすることができればこっちが使えるよっていう。でこれ使うとまあ便利なんでこっちでいきます。で、ね、何が便利かって A が1だからね分数は早速消えるんだよね1分のってしなくていいからさ。であとは入れますマイナス B ダッシュなんで x プラス,マイナスルート b' の2乗つまり x の2乗をマイナス ac なんでマイナス1かけるこれだからマイナス 2x2 乗えプラス4ってなるから4マイナス x2 乗とまあこう簡単に解けるわけです解の公式使うとねで今 y がさっきと同じように2つ出てきましたプラスバージョンとマイナスバージョンですでこれ、まあ、ちゃんとやるとルートの中 噛んでるルートの中身が4マイナス x2 乗ですね。で、ルートってもちろん中身プラスだから、これプラスなので、まあ、この問題においてはね、ちょっとあんまりやなくていいんだけど、こうなるから、これ解くと、x はマイナス2から2しかないですよって、まあ、グラフで見たら分かるけどね、この状態は。まあ、こうなってると。で、今、ここのマイナス2の部分とプラス2の部分があって、こょここを結びます。原点通るように。 この関数は y=x です。y=x。で、今、この上と下に分けて考えていくのね、関数を。で、これが上の青の方がプラスの方です。こいつが y x プラス4ス x 2乗です。で、赤の方がマイナスバージョン。 y イコール、えー、4じゃない。x x20 ママイイナナスス入ってるかい大丈夫ってなります。でなんでかっていうとこれもともと y イコール x ってここにいますよね。y イコール x っていうものにプラスしてるかマイナスしてるかなんですよ。プラスしてるってことは y イコール x の上のものを表すからつまり y イコール x を基準にして上のものがプラスの関数下のものがマイナスの関数って判断にしてくださいここはね。 で、まあ、図で見ても分かるようにですねここ上の青の面積と下の赤の面積は同じなので、まあ、半分青を求めて2倍でも構わないんですがこの場合は2ここね2から2までの範囲で青の上の関数から赤の下の関数を引けば全体をこう求められますよね一気に。 赤と青の上下関係変わってないからねどっかで交点を持ってお前その瞬間赤が上になっとるやないか書いてないからだから普通にいけるとで普通にやっていきますここはつまりインテグラルス2から2ねマイナス2から2までのこの関数引くこの関数ですいいかいこいつ引くこいつでやるとちょっと暗算しますマイナス消えるから結局残るのが2ルート これしかか残りません x 消えるからねで、そうするとですねちょっとこれまあ2を前に出しましょうか出すとおやおやとこの形ですさっきやった書き直しましたねマイナス A から A マイナス2から2そして A の2乗2の2乗が来ててマイナス X2 乗つまりこいつは半径黒 <お> <laughs> でした半径2の円の上部分、まあ、半円ですねの面積を表しているとつまり、まあ、2はもともといるので2る、えー、半径かける半径パイだから4イですね、えー、4イの半分だから2分の1をしてこれ計算すると,、えー、と4イか。 これでで終了となりますよろしいでしいょうか、はい、<laughs> まあ途中でも言いましたけど2番に関してはねこのグラフを書くっていうワンクッション入ると、まあ、難易度が難易度っていうか書く量が一気に増えていきます。これを書くためにねいろいろ書かなきゃいけないのでただ今回はまあと、まあ、定期テストに合わせるというか。 自分の動画的にはこっちをまずできるようになってほしいなっていうことで図ありバージョンまあ実際に学校の先生も出してたからね結構見たんでねこのタイプの問題はなので今回はこっちをやらせてもらったんですがおそらく皆さんが使っている教科書もしくはワークの方には同じようなね問題でこの図がないバージョンもあると思うのでもしよかったらねそっちの方でもこう実践を重ねてもらえたらと思います では、えー、今回はね、数3の積分と面積丸4大変をやらせていただきました。で、次回もう一本、丸5があります。何かっていうと、え倍回変数表示のやつですね。まあ、t が出てくるやつ。あれをね、やっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。